はい、どうもたまりです。いつもご視聴ありがとうございます。前回のポストマンの評価の動画をたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。ですので今回は私のポストマンが履き始め100日を迎えましたので経年変化を皆さんと共有していきたいと思います。早速なんですが本日の流れを見ていきましょう。こちらです。1、形状の変化について。2、シワの状況について。3、色味ツヤの変化について。4、100日履いた感想について。以上の流れでお届けしていきます。なおこのチャンネルはですね、レッドウィングのブーツの紹介やブーツに関するアイテム、コーディネートを紹介しています。まあ、少しでも皆さんのおしゃれのヒントにつながればと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速形状の変化から見ていきたいと思います。こちらが100日経過したポストマンです。意外とですね、100日経って劇的な変化があったかと言われると、まあ意外とそうでもないんですけど、まあもし注目するのであればこちらですね、甲の部分ですかね。まあシワも入ってきたのでようやくへたり始めたかなというふうに思ってます。まあ、個人的な好みもあるんですけど、ここの甲の部分が思いっきり下がっているシューズってなんか大人の色気があってかっこいいなというふうに思うんですけれども、まあそのスタートラインにようやく立ったかなと、導入期に入ったかなと思ってます。まあ、あと全体を見ても大きな変化がまだないので、まあこれは今後どのように変わっていくかっていうところなんですけど、まあ一点気になる点としてはソールかなと思いますね。まあ100日経って思ったよりも削れたなと思ってます。まあラバーソールっていうのもありますし、まあもしかすると私の歩き方の問題かもしれないんですけれども、意外とスニーカーよりも減りが早いなという印象を今は持っています。まあどうだろうな、いいシューズなのでこのソールがですね結構激しく減っていたらさすがにみっともないので、どうだろう、1年ぐらい経って、どんなものかまず見てみたいなと思いますし、まあ、状況によってはですねソール交換も検討に入れていかなければいけないので、まあ、そこはですね様子見ながら今後も履いていきたいと思います。まあ、100日経った変化としては、まあまずは甲がへたり出したっていうところですね。まあ、今後の変化をさらに期待していきたいと思います。それでは2つ目の、シワについて見ていきたいと思います。まあ、一応ですねシワが入ることによってレザーがひび割れをしないように、まあ、こういうですねシューキーパーを時々ですね入れて対策はしているんですけれども、まあそれでも意外とですねしっかりとシワは入ってきてくれたなというふうに思っています。まあ、この甲の部分を見ていただくと2本割とですねしっかりとシワが定着してきました。まあ私の理想としてはこのシワがもっと深くなっていって、もうなんだろうな、もう溝ぐらいシワっていうか溝ぐらいになっていくと、まあ、ここがですねこうこんもり、山のようになってくるんですね。ちょっと波を打ったようなって言った方がいいのかな。まあこういう風になってくるとかなりかっこいいなと僕は思っていて、そういうシューズを目指しているんですけど、まあようやくですねその入り口に立ったって感じですね。シワが定着してきましたというところです。でもう一つ見ていただきたいのがここ、履き口のところにシワができました。やっぱりポストマンの天敵と言ったら最初のですね靴ずれです。もうくるぶしをですねどれだけ痛めつけられたことだかということなんですけど、まあ、ここもですね、まあ、2ヶ月経ったぐらいからかな、もう全然靴ずれしなくなってきて、でも結構この辺も柔らかくなってきたなと思ってたんですけど、まあ、よく見るとですねこのシューホールのあたりにもシワができてきたので、まあ、だいぶ足に馴染んできたんだなというふうに感じています。はい。まあ、100日経った状況でのシワとしては、まあようやくシワがちょっと定着してきたかなぐらいで、全然浅いので、まあ、まだまだこれからですねしっかりと育てていきたいなというふうに思っています。
それでは3番目の色味と艶の変化について見ていきたいと思います。やはり購入時ポストマンはマットな質感が結構強かったんですけれども、100日経って思ったのがそのマット感がですねだいぶ薄れたなと思ってます。まあ、そしてなんか黒がですね濃くなってきた気がするんですよね。うん、マット感が消えて黒が前に出てきたっていうような感じです。あと質感もですね、やはり今まではサラサラっていう表現の方が合っていたんですけれども、最近はですねなんかツルツルしてるような感じですよね。まあ、日々のメンテナンス的にもですねブラッシングはまめにやっていますね。あのブーツを履いて帰ってきたらもう全体的にしっかりとブラッシングをしてきているので、このレザーも滑らかに変わってきたのでツヤが出るようになってきたなというふうに思います。まあ、これがシャパラルレザーの特徴で、磨けば磨くほど輝くっていうのがなんとなく分かってきたような気がしますよね。うん。まあ、日頃のメンテナンスとしては、まあ、そのブラッシングもそうなんですけど、あとはクリームですね。こちらの、サドルアップのブーツクリームのブラックを私は使っています。まあ、まだ月に1回程度なので2回ぐらいしか塗ってないんですけど、まあ、それいうのもあって色に深みがですね今後出てきてくれたら嬉しいなとは思っています。はい。まあ、100日経ってというところで見ると、この色やツヤの変化についてはマット感がようやくなくなってきて、この掲げている漆黒のポストマンの入り口にようやく立ったかなというような状況になっています。まあ、今後ですね、一旦は現在のメンテナンスは一旦継続して、様子を見ていきたいなと思っています。それでは最後4のですね100日を履いた感想を共有したいと思います。ポストマンなんですけど、まあ2ヶ月経ったぐらいから急に変化したような気がしているんですね。なんかレザーがですね一気に柔らかくなったなというふうに思っているんですけれども、まあ、その理由としてなんですが、もうこれはですね私の足のサイズが厄介なのもあって、実はですねこのポストマンはセブンハーフ履いてるんですけど、多分このジャストサイズってセブンなんですよ。でセブンを履くとどうしても横幅がきついので、もう横に合わせて僕はセブンハーフにしたんですね。なので靴紐をしっかりと結ばないとかかとが浮いてきちゃうので、結構ギュッと縛るんです、絞ってるんですよ。なので長時間ポストマン履いて歩いていると、もうここがですね痛くなっちゃってたんですよね、初めの頃なんですが、まあ、2ヶ月ぐらい経った時になんかもう全然痛くなくなってきて、まあ、やっぱりここがですね、まあ、シワが入ってきたのもあるんですけど、皮がですねもう一気に柔らかくなって足に馴染んできたからっていうのもあると思うんですが、そういう変化を感じましたね。なのでこれからもう本当にガシガシ履いていきたいなと思っています。まあどうなんだろうな、最初に話した形状にしてもシワの状況にしても、まあ色艶に関してもそうなんですけど、まあ最初の100日ってなんかこう準備運動みたいな感じだったんですかね。まあ、マット感がなくなったりもそうですし、ようやくシワが定着してきたりっていうのもそうなんですけど、まあなので今後ですかね、6ヶ月の経年変化とかだともう少し面白い変化をお伝えできるんではないのかなというふうに、まあ今は期待しております。はいはい、ということでですね、ここまでポストマンについてレビューさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。もうね、1年とか2年履いている方からすればもうおいおいたまりと、お前のポストマンまだまだひよっこじゃねえかって思うと思うんですけど、まあ同じぐらいのですね、期間の方にとってはいい比較になったんではないのかなと思います。まあ、今回の動画がですね少しでも楽しめたという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価と、まあ、チャンネル登録やコメントもお待ちしてますのでよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。